今回紹介するのは国税局査察部24時という本です FX はブレグジットやトランプ当選の大波があったため国税が手ぐすね引いて今年の確定申告を待っているらしいマイナンバーの導入もあって国税は全て分かっているところが儲けた人だけでなく 損した人も確定申告をしなければならないことがよくわかった。税金は知らないと損をすることばかりで難しい。それにしても、どうやってマルサが FX トレーダーの脱税を見つけて摘発していったのかがよくわかった。面白い本でおすすめです。マルサから話を聞こうと思っても、知人友人にいることはまれであり、 も強いてもて義務ががあり、その中身を知ることができません。脱税手段や内定調査の内容は非常に興味深い。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。